アズールレーン。指揮官はレキシントンさんとサラトガちゃん、どっちが好きですか？それとも他の子が好きだったりしますか？そんなにビーチバレーが好きなら、もうハムマンじゃなくてシグニットと遊んだら。ふん、指揮官の大バカ、誰を見ているのよ。ハムマンがいるのに。ほんわかと包んでくれるような大きさじゃないからね。ふふふ、指揮官は残念がる方。他の子からチョコをもらってもいいですわよ。むしろ他の子からもらったチョコが多ければ多いほど、こぶたちゃんももっと可愛がってあげたくなりますわね。え、指揮官はもっとプニッとする女の子が好きだと思ってたよ。お前が他の子に手を出すのを防ぐための偉大なる犠牲よ。私だからいいって？指揮官、暇？一緒に散歩でもしません？こう腕を組んで他の子たちに見せつけたいなって。母校の見回りに行くって？じゃあこうやって腕を軽く絡ませて。あら、指揮官って私のことが嫌いなの？それとも他の子に見られたら困るの？相談？別に私じゃなくてもいいでしょ。ほら、この前楽しそうに話してた子にお願いしてみたら？要件はそれだけ？それじゃ頑張ってね。はあ、私ってほんとバカ。僕は他のみんなのように優しくはないし、姉様のようにスタイルが良くないけど、戦闘だけは自信があります。こんな女の子でも受け入れてくれますか？ああ、指揮官、もしかして他の子にもこうやって手を出してるの？さすがに他の子に負けてしまうな。指揮官様へのお手紙、あの子からの恋文ではなくて？うちはかまへんけど、他の人らにはあかんで。こないな優秀な子たちと四六時中一緒くたやなんて、指揮官はけなるいわ。指揮官様、一つお願いが。聞いても笑わないでくださいね。実は明石ちゃんのように指揮官様の胸の中で甘えるのに憧れていますが、なかなかこう口にすることができなくて。指揮官はどこに行ったの？嘘をついてるかどうかわかるわよ。旦那様、おっかえり。怪我してない？強い敵に会ってない？他の子に急に惚れたりしてない？ならいいよ。指揮官様、この他の女の匂いはどこから来ていますの？あの子ですね。赤には知っていますよ。指揮官様、先にあの子と言葉を交わしましたわね。ええ、もちろん普通の挨拶だってわかっていますわ。ですが、それ以上お近づきになったら、この赤木、何をしてしまうかわかりませんわ。お手紙。ねえ、指揮官様。
まさか他の子にファンレターを出してなんかいないでしょうね。そうなりましたら、このユニットにはもはや他の子など不要。指揮官様が触れられないよう掃除した方がいいかしら。他の子にこんなことをしたら少し罰を与えますわよ、指揮官様。指揮官様、今他の子に目移りしていましたよね。そうですよね。確かにこのドレス姿は指揮官の興味を引きつけましたけど、他の子の時でもそうなると思うと、ありがとうございます。でもね、私ようやくわかったんです。心の隙間を埋めたのは戦闘での殺戮でも愛でもなく、嫉妬という憎悪。指揮官、あなたを愛するのと同じぐらい他の子を激しく激しく激しく憎んでいますよ。もう許せないよね。指揮官、来る途中他の子を盗み見したりしてないわよね。